あなたの人生の主役はあなたです。一人一人が主人公なんですね。運が覚醒する金運上昇チャンネルの高見です。金運上昇チャンネルの LINE アットができました。金運が上がる特別な6つの特典をプレゼントします。詳しくは概要欄をチェックしてみてくださいね。先日10月上旬の大吉日の動画で、無人島に3つだけ持っていけるなら何を持っていくかっていう話をしたんですね。それでコメント欄で皆さんの意見を教えてもらって、日焼けが気になるから化粧品という女性ならではの意見もあれば、 TOKIO や良い子の浜口さんといったサバイバルのプロと一緒に行く方や、ナイフや火起こしといった実用派の方もいらっしゃれば、メガネが必要とかスコーンっていう貴族のような方や、たくさん意見があってすごく参考になりましたし、楽しかったです。あとご夫婦で考えたっていうコメントもちらほらあって、たまには妄想も楽しいですよね。さて、10月10日から無条件にお金に恵まれる金運上昇ウィークがやってきます。金運上昇ウィークといっても、実際には13日間あるので2週間近いウィークになるんですが、なんとなく過ごすか知ってて過ごすかは結構違ってきますので、この金運上昇ウィークの運気のポイントと金運が上がるおすすめの過ごし方についてお話したいと思います。まずはじめに、友人様とつながり場を清める T 社の図で始めていきましょう。それでは早速行ってみましょう。10月10日からマヤ暦では黄色い太陽の13日間に入ります。黄色い太陽はマヤ暦の20個ある紋章の中で、紋章というのは星座でいうと天秤座、水瓶座、ヤギ座みたいな何々座というイメージです。そんな20個ある紋章の中で一番金運がいいのは黄色い太陽なんですね。無条件にお金に恵まれるとされています。すごくいいですよね。他にも人を助けるためのお金が回るとか、衣食住のためのお金が回るとか、お金が回るためのポイントは限られてるんだけど、金運に恵まれる紋章とかはあるんですけど、黄色い太陽だけは無条件なんですね。そんな金運上昇ウィークに金運を上げるポイントは、宇宙から流れる黄色い太陽のエネルギーに沿ったアクションをすることで運気の波に乗っていけます。黄色い太陽ってどんなエネルギーなのかなんですが、運気を上げる過ごし方のポイントを3つお話していきます。太陽はいつも周りを明るく照らして、植物は太陽のエネルギーを浴びて成長しますので、責任感もあるし主役意識もあります。そして太陽は分け隔てなく降り注ぎますので、今日は岐阜県しか照らさないとか、イケメンしか照らさないとか、そういったことはないんですね。分け隔てなく接するということが黄色い太陽らしさですね。分け隔てなく無条件の愛を注ぐことによって、それが巡り巡って無条件の豊かさへとつながっていく紋章です。ですので、10月10日から13日間は周りの人と分け隔てなく接することが金運上昇の運気に乗っていくポイントとなります。黄色い太陽の生まれにマザーテレサさんがいますね。まさに無償の愛で多くの人に影響を与えた方です。黄色い太陽を生かす生き方のお手本と言える方です。そして次に、主人公中心という意識があるのが黄色い太陽の特徴なんですが、それに反して日本人は世界の他の国と比べて自己肯定感が低いと言われていますね。平成25年度の内閣府の調査では、私は自分自身に満足しているという質問を、日本、韓国、イギリス、アメリカ、ドイツ、フランス、スウェーデンの6カ国の13歳から29歳まで青少年に質問したところ、そう思うと回答した割合が日本の青少年は一番低く、1位はアメリカの 46.2%、 日本より一つ上の5位のスウェーデンも 21.3%、 そして日本はなんと 7.5% と圧倒的に低いんですね。自己肯定感という言葉が浸透していたのもここ数年ですし、これまで自分の子供を下げて紹介するようなそんな文化だったので、どうしても低くなってしまうのかなと思います。自己肯定感が低いと、自己肯定感が低くなるような出来事を引き寄せてしまうんですね。反対に、ラッキーなことや豊かさ、願いが叶うようなそんな出来事が来た時に、そんなつもりはないのにブロックしてしまうんですね。
だから自己肯定感の高さは豊かさにつながっていくんです。そして無条件にお金に恵まれる黄色い太陽も中心とか主人公意識というキーワードがあるんですね。太陽ってさんさんと輝いていて隅っこで申し訳なさそうに出てるってちょっと似合わないですよね。ですのでこの期間の運気アップのポイント、2つ目は主人公意識を持って過ごすです。あなたの人生の主役はあなたです。あなたが主役で同僚の A さんは主役の同僚、逆に同僚の A さんも A さんの人生の主役で、あなたは A さんの人生の中では主役の同僚と一人一人が主人公なんですね。私自己肯定感低いかも、主役って言われると背筋がゾゾゾって違和感があるっていう方は、この期間道を歩くときは真ん中を歩いたり、宝塚のトップスターのような気持ちで階段を降りたり、アカデミー賞を受賞したような気持ちで笑顔で接したり、そんな主人公を意識した過ごし方をすることが運気のリズムに乗るコツとなります。これは決して相手の人を虐げたりマウントを取ったりということではないですので、私も主役、あなたも主役、みんなで自己肯定感アップという感じです。サザエさんで言うとエンディングの私もサザエさん、あなたもサザエさんのような感じです。ちょっと分かりにくかったらすいません。そして最後三つ目のポイントは感謝です。感謝も黄色い太陽のキーワードの一つです。そして感謝するということは何でも当たり前ではなく、自分が今恵まれていることにフォーカスをしてありがたいと感じることですから、あるないでいくとあることにフォーカスしていくんですね。あることにフォーカスをしていると、またあると感じている出来事、ありがとうと感じているとありがとうと感じる出来事が引き寄せられていきます。ですので感謝って豊かさを呼ぶ魔法のような波動なんですね。あなたの周りにあるありがとうと感じる出来事に目を向けたり、感謝を感じたり、家族やお友達、同僚に感謝を伝えたり、そのようにして過ごすと黄色い太陽と同調し運気の波に乗っていきます。黄色い太陽は無条件にお金に恵まれる紋章だけあって、キーワードも金運が上がるようなアクションばかりですね。10月10日から22日までの13日間は分け隔てなく人と接する主人公意識で過ごす感謝が運気を上げる過ごし方です。この3つの過ごし方を取り入れることで黄色い太陽のエネルギーと同調して運気のリズムに乗っていきます。10月10日から10月22日までの無条件にお金に恵まれる黄色い太陽の13日間をせっかくならより金運を上げながら過ごしてみてくださいね。特に初日の10日はスタートの種まきの日で、この日にスタートしたことは13日後にギフトとなって帰ってくると言われています。ぜひこれから発展させたいこと、今注力していることを種まきしてみてくださいね。そして黄色い太陽の期間は運気の強い日、機運の強い日など日によって特徴もあるので、特に抑えておきたい運気の日と運気アップアクションをまた別の動画でお話したいと思います。今日の動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。最後に邪気を払い波動を上げる鈴の音でお別れをしましょう。それでは明日の動画でお会いしましょう。